壁抜けバグなら、ゴールが完全に壁に埋まってしまっていても、クリアできるのか？実際に検証してみた。はいどうも、泥酔です。今回の企画は、ゴールの前にそびえ立つ、絶対に越えられない壁。アイテムや、隠しブロックもないため、このままではクリアできません。そこで、このような装置を作って、土管の先を、さっきのゴール直前に繋げてみました。遊んでみて、土管に入る直前に、持っているものを投げると、土管から出た直後に挟まれて落ちても、またすぐマリオが出てきます。この状態で、ルイージがマリオを持ち上げて、ジャンプして空中でクルンして、1マス空いているこの壁に、マリオを当てると、マリオが、スーッと、等速直線運動をします。そして、このマリオを、右方向へ行くようにすると、壁を突き抜けて、ゴールしてしまいます。というわけで、このマリオなら、ゴールが、完全に壁の中に埋まってしまっていても、クリアできるのか？実際に検証してみました。はい、というわけで、ここにゴールがあります。それでは、壁を突き抜けてみましょう。そんなバハマと俺？まさか本当にクリアできるとは思いませんでした。ゴールが完全に壁の中に埋まっててもクリアできるってことは、他にもいろいろ検証できますねー。ゴールを。バーナーの砲台で埋め尽くしてみました。当然ですが、こんなの絶対にクリアできるわけはないです。はいでは、マリオが壁を突き抜けるセットアップまでやってきました。そうですね、まずは、炎が出ている時に、マリオを突き抜けさせてみましょう。なんと、壁で完全に覆った場合はクリアできたのに、バーナーではダメでした。何が気に入らなかったのでしょうか。では、炎が出ていない時なら、どうなるのでしょうか。何にあたったか説明してまず今のな。なんと、ダメージを受けなければ、同じバーナー砲台でもクリアできました。意味がわかりません。まあ、バーナー砲台ではこんな感じというわけで、お次行ってみましょう。ゴールを。ガリガリで埋め尽くしてみました。ほぼ行きかけました。さっきのバーナー砲台では、炎に被弾してダメージを受けるとクリアできなかったのですが、今回はどうでしょうか？やっぱり、今回もダメだったよ。どうやら、ダメージを受けると、壁を突き抜けた後にゴールも突き抜けるみたいです。どうしなくていいから。ダメージを受けなければいいんだろ？では、壁抜けの前にスターを取ったらどうなるのでしょうか？やってみましょう。おー。そういうことみたいです、皆様。ワンワンでゴールを埋め尽くしてみました。ほぼ行きかけました。ワンワンが繋がれている台は、しっかり当たり判定があるので、さっきのバーナー砲台と同じような状況ですねこれ。つまり、うまくワンワンをかわして、ダメージを受けなければ、クリアすることも可能でしょう。まあ無理なんですけどねこんなの。
では、早速やってみましょう。ブラックパックンでゴールを埋め尽くしてみました。ほぼ行きかけました。もうこんなのダメージを受けるしかないので分かりきってることかもしれませんが、お付き合いいただけますと幸いです。食稼ぎオツ当然ですが、ブラックパックンなのでたとえスターを取っても倒すことはできません。それでは早速やってみましょう。まあさすがにダメだろうな。しばき倒すところ、クソガキが。おい、なんとダメージを全く受けずにクリアできてしまいました。おかしくないか。ちょっとブラックパックンの量が少なすぎましたかね。そっか、そういうことか。じゃあ増やせばいいんじゃねーの。さすがにこれならちゃんとした検証ができそうですね。これで安心だぜ。針でゴールを埋めてみました。ほぼ行きかけました。では早速やってみましょう。なんかこれもクリアできそうだな。ですよねー。音符ブロックでゴールを埋め尽くしてみました。ほぼ行きかけました。なんかダメージを受ける系のものはもうよくわからないので、純粋な障害物ならちゃんとした検証ができるのではないでしょうか。天才か、神か。では早速やってみましょう。3、2、1、スタート。通行でゴールを埋め尽くしてみました。ほぼ引き上げました。これもう最強ですよね。一方通行ブロックは強いので、さすがに今回ならちゃんとした検証ができるでしょう。これで安心だぜ。では早速やってみましょう。3、2、1、スタート。マリオメーカー2の壁抜けバグは最強。